やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日はね、いつもより緊張しています。なぜって、もうさ、テーマがやばいじゃん私はこれを最後までやりきれるのか、今から自分の身に何が起こるのか全くわからない状況で怖いですよ。何を自分がやろうとしているのかね。天の力は私に何をやらせようとしているのか怖いはい、日本第一党党首の桜井誠さん、先日占いましたら大反響で、なんかこのままの勢いだと私の一番視聴回数の多い動画になるんじゃないかみたいな、代表作みたいな、代表動画みたいになっちゃうんじゃないかみたいな、ビビっております。そのくらい見られております。桜井誠さんね、テレビ、メディア一切取り上げてくれないし、YouTuber でもね、ビビって取り上げてる人がいないっていう。なので桜井誠さんの名前で YouTube 検索すると私がもう3番くらいに出てきちゃうみたいな、そんな状況になっておりまして、自分って怖いな、自分怖いもの知らずだなって思っちゃったりしてますよ。うん。その桜井誠さんと、あとね、後藤照樹さん。この人、ご存知ない方はぜひ、後藤照樹政見放送2016年で見てください。放送禁止用語ばっかりで、今ここで再現できない感じ。みたいな、ちょっと、すごい、陰部ですね。男性の陰部、女性の陰部を、連発して言ったという伝説の政見放送をした人で。結果が見つかりました。なんで、Google が喋り始めた、今。Google がいきなり喋り始めた。怖い。しかもなんか、言ったという伝説のっていうのをなんか、Google アシスタントが勝手に調べてびっくりした。スマホを持ったついでにね、後藤照樹さんってこう調べるとなぜかね、Wikipedia の日本語は出ないんだ。なんで Wikipedia の英語しか出ないんだろう。英語からの翻訳。後藤照樹は裸の選挙ポスターで知られる日本のミュージシャンであり、永遠の候補者です。多数の民族主義的見解を持ち、東京都千代田区市長、千代田区議会、東京都知事候補に立候補。彼のウェブサイトによると、彼は日本を世界で最も強く親切で、最も興味深い国にしたいと考えています。で、ジャンルがロックです。音楽家だから、曲も出てくるよ。Google 先生に聞くとね。でね、桜井誠さんはまず、これだよ。三つの公約。税金関係ゼロ。で、外国人生活法の即時撤廃。で、パチンコ規制。そうね、わかりやすい。そしてね、後藤照樹さんはね、大変これ。見えないでしょう、なかなか。字ちっちゃ！これ字ちっちゃいんだけど。東京を世界一の AI、IT 都市にしますとか言いながら、なんか、第6巻の先へ、霊気医療合法化で、霊気って私やってるけどね、遠隔霊気ヒーリングいつもライブで。霊気使えるんだね、この人も。それを医療合法化だって。うん、霊気を使う私としては、あんまりどうかなと思うよ。どこまで真面目に言ってるのかわかんないけど。うん、これを読むとね、一言一言がすべて、この細かい文字全部にこう、突っ込みが入れられるくらいすごいの。読んでるとちょっと、あれ、だから、中で探してこれ。なんて書いてあるか。で、この、見て。トランスヒューマニスト党。でね、なんかコスプレしてるでしょ？ポスターもコスプレしてるんですよ、今回。愛してるという挨拶を日本に普及し、愛してるって言うんだ。よ、愛してる！愛してる！挨拶にしたいんだね。で、霊気の義務教育必修を目指す。なるほど。はい。わかった。この個性的なお二人が、どんな政見放送をするのかっていうのを、ちょっと、考えるじゃない。ちょっと、
当ててみようと思います。まず桜井誠さんはどんな感じの政見放送にするのかな、何を柱にするのかな。まずタロットで3枚引くよ。ズバッと出ました。まずね、マジシャンの逆、マジシャンの逆は人を騙すとか詐欺師とかそういう人ちょっと俺ダメだね、不謹慎だよね、笑ったりしたらね、ちょなんだろうこれ、誰を表してるんだろうと思って、騙す、詐欺師、ちょっと考えさせてね。で皇帝、皇帝は強いリーダーシップを持ちますみたいな、うん、なんかね、今までよりもさらに強いリーダーシップ性みたいなものを出してくると思います。そしてね、タワーなのでぶっ壊すですね、これ壊す、あれですね、皆さんがコメントで言ってた記者クラブを壊すとかそういうことだと思います。何かをぶっ壊すみたいな。でエンジェルカードでも見ますね、エンジェルカード、これかな。エンジェルカードだと、おー、これはね、察知するっていう意味です。なんか繰り返し浮かんでくる考えが、答えですみたいな感じなんで、難しいね。まあ、インスピレーションタロットを歌っている玉木なので、ここはもうインスピレーションで行くしかない。察知する。察知する。はい。では、桜井誠さんがどういう政見放送をするか、一発勝負でちょっとやってみたいと思います。短くなると思うけど。日本第一党党首の桜井誠です。まず私が東京都知事になった暁には、まず記者クラブをぶっ壊します。そして、これを即時します。これによって何億円、何兆円かの財源が確保されることになります。これだけのリーダーシップを持てるのは私しかいません。私に投票しなさい。しなさいとは言わないか。もうちょっと柔らかく言うと思うけどね。してくださいとか。あ、そういったことかな。ちょっと当たり前だったかな。ごめんなさいね。桜井誠さんはちょっと、まあみんなの想像の範囲のことを言うだろう。こ、次は問題よ。後藤照樹さんが今回でどう出るかよ。後藤照樹さんどんな政見放送するのか。はい。ズバッと出ました。まずね、タワーの逆、必要とされる崩壊。まあ、必要、みんなから必要とされる壊れ方をするでしょう。なので、今回も盛大にぶっ壊れた感じを出してくると思います。で、節制の逆、もう自ら制御不可能なレベルになっています。あとは陰者なので、でもね、じっくり考えてるんだな、これが。計算してるんだわ。これはね、NHK でこれだけの時間、尺をね、一人でジャックできるでしょ？ということは、この宣伝効果っていうのはかなり大きいんですよね。それに向けてかなり分析してますね。何を分析してるんだ？うん。そして、エンジェルカード、後藤照樹さん。You know what to do. あなたは何をすべきか知っています。多分ね、後藤さんは自分の求められている役割っていうのを分かっているんですよね。すごいパフォーマンスを自分は求められているっていう社会的役割は分かってるんですよ。で、盛大にぶっ壊れて、節制の逆で、でも計算高いでしょ？なんだろうな、どう来るかな。なんかもう一枚くらいさ、なんかテーマ的な、前回は陰部だったでしょ？今回はテーマ的なのは You are safe. あなたは守られています。難しい。安全性を言うと思うんだ。安全性。なんかあったっけ？安全性。そうだなぁ。安全性。はい、今考えました。
ぶっ壊れて理性を失い、でも計算はしている。で、自分のパフォーマンスが求められていることも知っているし、そして安全性を歌う。じゃあ行くよ。勇気がいる。安全安心安全安心、後藤輝樹に投票すれば安全安心安全安心、コロナに勝っちゃうぞ。はい、霊気を注入します。霊気を義務化で、みんな霊気で健康安全安心。え、まるまるくん、チャクラが開いた？そうなの、チャクラが開いた。第一チャクラがパッカーン。チャクラ全部で7個あるよみたいな、もう玉木が崩壊しそう。もう許して、ここで。はい、もう許して、もう心と体が震えている、勘弁してくれじゃあね、私は今回まあ若干ふざけてはおりますけれども、でも皆さん政治に関心を持とうね。政見放送も見よう。こういうね、新聞とかなんか、それぞれの候補者が何を言おうとしているのか真剣に読んで、見て、感じて、考えましょう。それぞれの人がの意図とかね。そういうことですよ。私は今身をもって、そういうことを訴えたわけです。伝わってますか？ただ単にふざけてるわけじゃないっすよ。なんだろう。大丈夫？放送しても。後藤輝樹さん、NHK、でね、やってるから、まあ、全然負けるんですけど、それに比べたら全然あれだけど、私、一応ね、女の子じゃない。女の子じゃん。女だし、お母さんだし、大丈夫かな。子供がちょっと、もうちょっと大きくなって、これ見たとき、白い目で見られないかなっていうのはちょっと心配です。はい。まあ、じゃんけんいこう。玉木じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちです。じゃあね、皆さん、選挙は、ちゃんと選挙に行ってね。じゃあね、バイバイ。